天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。天才ピアニストの竹内です。おすみです。さあ今日もお差し入れたくさんありがとうございます。はい、紹介したいと思います。お願いします。梅田F子さん、元気の玉4つ、おいしい棒4つ。お梅田F子さんありがとう。コーヒー大好きさん、コーヒーとおいしい棒13本。うん、コーヒー大好きさんありがとう。頑張るナースマンさん、おいしい棒を8本と元気の玉2つ、うん、頑張るナースマンさんありがとう。あこさん、コーヒーを3つ。あこさんありがとう。まるこまめさん、コーヒーを4つ。まるこまめさんありがとう、はい。月影と猫耳配信 by ミケロさん、コーヒー2つ。月影と猫耳配信 by ミケロさん、ありがとうございます。山下ひとえさん、おいしい棒5つ、元気の玉5つ。山下ひとえさん、ありがとうございます。山下ひとえさんね、コツコツね、うん、1セットずつこう送ってくれるんですよ毎回ね。はい、そうです。ありがとうございます。そしてなんと、うん、唐沢俊明オフィシャル YouTube チャンネルさんからお世話になります。唐沢俊明オフィシャル YouTube チャンネルさんから、チャンネルさん、マゲ。そうですよ。どういうこと？これはとんでもないことですよ。唐沢俊明さんね、あたすき、ね、私大好き。唐沢俊明さん、ウッディの声のね。ああ、そう。唐沢さんいっぱいあるのにウッディの声かよ。1個目、はあ、珍しい。奥さん誰だっけ。山口、山口智子や。なんでさっき言ったやねん。これなんなんほんま、マスあのね、これあるんですよ、聞いてほしいんですけどね。マスミちゃんってそのなんか子供心を忘れてないというか、いい意味でも悪いでも意味でも子供ってやっぱその言われたね、さっき言ったよねみたいなあるじゃないですか、うん、それめっちゃあんねん。この正解を私がもう頭で浮かんで言おうとしてるなって感づいたら、でかい声でカットインしてくる時あるよね。私がさっき言おうって、私がさっき言おうって、私も今思ってたしみたいな。そう、ほんであのあれもやねん、あのただのクイズもそうやねんけど、うん、例えば駅とか歩いてて、うん、あれ四つ橋線どっちやって、まあ、地下鉄のね、うん、表示がなんかわからんくなる時あるじゃないですか、うん、でそれをなんか絶対先に見つけたいね。うん、絶対そうだな。なんだから私が、あ、あれとか言ってたら、あ、ちょっと待ってな、ちょっと見るわ見るわ。じゃあ見るわ、見るわちゃうな、でも書いてあるの見つけて。見るわ、あ、こっちはこっちこっち、おいで。いかんせん私の方が目はいいから、うん、視力がいいから、うん。またそうやって人、おばばみたいに、目見えてへんみたいに。有利なのよ、私の方が。言うてやないのよ。ほんま。それだけど、ますみちゃんの方が先に見つけて誘導したいっていう思いがあるから。あるある。ほんで買い物とかしてても、うん、100均で、例えばコント道具のね、はい、なんか買い物してた時も、うん、なんか、え、ちょっと待って、これフェルトどこやったっけとか言ったら、あ、ちょっと待ってって言って、さっき、なんか小走りで探してきて、こっちこっち、フェルトこっちって、なんか言いたいねんな。言いたい、言いたい。なんなのその、さっきやりたやつ。ないですか、そういうの。潜在的にあるんや。あるある。全然ないけどな。マジで全分野において、それあるわ。だからなんか、さっきに、見つけたいし、うん、教えてあげたいし、なんか絶対さっき自分が言いたい。その欲望がな、多分、まあ、みんなの心にあるかもしらんけど、うん、多分強いねん。強いな、だからさっきマッサンが分かったらマッサンが分かったでし、うん、私が分かったらまあ教えたいかなっていう感じやんか、うん、普通は。うん。けどそのマッサンは、もう、自分分からんけど、竹内が感づき出してる答えを、うん、みたいな時めっちゃ焦るもんな。ああ、ちょっと待って待って待って。で、ちょっとだけその、頭頭文字とか言った時にピンときたらもう、さっき言うやろ。山口智子な食い気味で。聞いといてやろ。それなんなんそれ。聞いといて、あれ、誰だったっけって聞いといて。そうそう。それがね、ちょっと怖いなっていうことはあるんですけれどもね。まあ、電車とかね、乗り換えがいるようなさ、遠い行き先とかあるでしょ、うんうんうん、それとかで、まあ、普通に難波の駅とかで、うん、これどうやって行くんやったっけ、何時乗ろうかみたいなのを言うときに、なんかさ、アプリであるやん、乗り換え案内とか。なんか駅と駅入れたら、うん、時間とか乗り換える駅とか教えてくれるやつな。そう、乗り換え案内のアプリあるんですけど。あるある。それで竹内がパッて調べようとするけど、さっき調べたいもん。なんで、じゃあ、ほらもう今度からやらんとくわ。一切。競いたい。調べへんのは調べへんで、なんか嫌なやつやな。お前もやれよな。ややこしい人。じゃあ、私はなんか、で、マッサンから一歩遅れて。オッケーオッケーオッケー、見るわ。見るわとかめっちゃ言うな。見るわってめっちゃ言うな。見るわってめっちゃ言う。なんやろ、その、一種のマウンティングというか、うん、何なんでしょうね。なんかまあでももともとやっぱりね、うん、あの昔から仕切りな体質やねもともとな。リーダー気質。そう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 、はいはいはい、妹やねんけどな、あの兄弟的には。そうですね、上にお姉ちゃんおって。確かに。でもなんかまあ集団でおったらこう交渉かっていうのもね。そうそう、なんかでも今はなんか、うん、あんまそんな感じはしないですけど、はいはい、やっぱその潜在能力が発揮できてんねんな。なるほどな。
ほな、まあまあ、今まで通りでいいってことですか。うん。私も探そうとするけど、マッサンに僅差で負けるみたいな感じで。うん、まあ私もキーム買うときは探さへんし。そうやね、それもあるやろ。その、別に、あ、今はええんや、みたいなときもあんねん。うん。あれ、これいつもやったら、先回り従ってる。見るわ。あれ、今日はええんや。みたいな時もあるから。そうそうそう、やっぱ気が向かない時もあるんで。何してんねん、ほんま。難しいって言ってんのこっちは。でもそういった時はまあ、ええ、7回2回ぐらいありますんで、そういった時は。ああ、わかりました。それはじゃあ、調べといていただいて。ええ塩梅にさせてもらいましょうかね。わ、はい、かりました。ね。言いたいんですよ、さっきのね。そうですよ。わかるぞーという方はね、お便りください。お便りを催促して。はい。まあね、ちょっと話変わるんですけどね。うん。HK 界の。HK、完全に HK の話変わります。H スラッシュ K、HK 話変わりますかいな。うん。何回言うんですか。あはは、機嫌悪くなっちゃった。あのね、これちょっとまあ、後輩のね、ランランちゃんとのトークライブでも話したんですけどね。はいはい。まあまあ SNS ね、ちょっとやらない方ごめんなさいね。うん。に写真をね、まあ上げるじゃないですか。うん。そしたらさ、まあこれね、嫌な女性の投稿ってのはもちろんありますけど、はい、こう男性のね、うん、の投稿でさ、うん、なんかやらしいのってありますね。ありますね。っていうのも、はい、このあ、なんか女性とおる時に撮ったやつを、うん、匂わせてるつもりがあるのかどうなのかは分からへんねんけど、無意識なんかもしらんで。あれ無意識か？なんか感じ取ってほしいって思ってない？こんな俺だって彼女いるんだぜっていう、わかるだろ、後ろに綺麗な観葉植物置いてるしみたいな。だからそうそう、だから、はい、家で撮った写真やけど背景がもう明らかにその男一人で住んでると思われへんようなね、うん、そのそう妙に観葉植物あったり、うん、クッションが妙に可愛かったりとか、それってそのどう思われたいのとか、写真の撮り方もさ、インカメやったらまだわかるわ。わかる。なんか明らかスタンド、そんな家で定点カメラで撮ったまで。そうそうそう。これ誰に撮ってもらったんっていうね。これ、ジョノカーに撮ってもらったよね。やっとるなっていうね。うん、これね、まあいいんですよ。やるのはいいんですけど、うん、私たちが見逃してる、うん、黙ってるからって、見逃してるとは思わんといてほしい。全部分かってますからね。分かってるし、うん、なんかこいつちょっと嫌やなって、まで思ってますよ。までが1セットだ。はい。うん。そう、なんか、気をつけよ。彼女おるんや。へえ、そうかそうか、モテはるんやね。うん、という感じではないですよ。でもないです。なんかやらしいわ、女に酔わせたような部屋で撮って考えられへんな。あんまり好きやないね。なんか、まだ思ってるよ。思ってるよ。思ってますよ。はっきし言って。これはね、まあ、そうですね。うん、まあ別に一般の方はいいんですけどね。そうやな。芸人というか、まあ、思っててる人。芸人さんとかでもいてるんですよ、たまにその SNS の写真によ。うん、はい。こんなん男同士で食べに行かへんわな、うん、みたいなお料理の写真をわざわざ載せたりとか、うん、それはどう思われたいんだ。そうそうそう、一体ファンの人も見てるな。てか、うん、ね、アカウントってやっぱその芸人としてやってるアカウントじゃないですか、うん、はいはい、だからさ、なんかほんまに一般人の女の子の投稿とかをただただいいねしてるとかあるやん。あるわ。え、それどういう意味ってやろ。繋がりたいんじゃん。勘弁してくれよ。もうだから私もそのできるだけ気ぃつけるようにはしてんねんけどさ、うんうんうん、まあ、ほんまにいいなと思ったらいいの押すけど、うん、そのできるだけ投稿に対していいねっていうのはいいと思うんですけどね。できるだけその、うん、結構フォロワーが多いアカウント、なんやろ、そのバズるためのアカウントみたいなのってあるやん。はいはいはい。だからもういコンセプトを持って何か発信してる、そう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 、アカウントね、でやったりとか、なんかまあ作品とか、はいはいはい、にやるようにはしてんねんけど、できるだけ。透明愛好家さんみたいなね。そう、透明愛好家さん、うん、我々大好きですから。大好きなアカウント、よかったら調べてほしい。よくね、はい、いいねさせてもらってるんですけど、うんうんうん、まあそういう系の作品とかにはするけど、うんうん、いや普通にマジでグラビアアイドル、うんうん、いいんですよ、そのグラビアアイドルさんの写真、もちろん可愛いし、綺麗やし、綺麗やな、で、うん、いいねするのいいと思うんですけど、うんうんうん、なんか言ったら自分もタレント、そうそうそう、向こうもタレントで、そうそう、つながってたらいいね、もちろん、うんうん、フォロワーの関係やったらいいんですけど、うんうんうん、でもないのにただただセクシーやな、可愛いなで一般の方みたいにって言ったらなんですかね、なんだろう、うん、だからその考えが素人すぎんねん、うん、そうそうそう、何を普通にいいねと思ったやつタップしとんねんって意識ないよな。
そう。意識低いよな。意識、だからそれを見るのってファンの方やし、うん、自分の仕事の関係の方。そう。いいねしたら、それがタイムライン流れるから。そうやね。え、もうその、それは心でいいねボタンを押すだけにとどめられへんか、うん、か、ね、もう、裏垢を作ったらいい。自由に振る舞える裏垢を作ったらいい。裏垢で作っていいね押しまくったらいい。ええ。ね、そういうのを見たいんでしたら。そうですよ。だってやっぱ、その仕事たるもの。でも多分ね、うん、その本垢で、例えば芸人がいいねとかしてるのってさ、はいはい、例えば1万人ぐらいフォロワーがいてる人も結構いるじゃないですか、うん、いるいるいる。俺いいねしてるでっていうのアピールしたい可能性もある。絶対そうやな。そのパターンもあるよね。それある。俺はこのセクシーな女性の投稿を平気でいいねできる男だ、うん、そういった思いですね。そのパターンもあるよ、うん、そのパターンもあんねんけど、うんうん、そのグラビアアイドルさんとかセクシー女優さんに気づいてもらいたい、っていうパターンもあると思うね。そんなことある。直接喋ったこともないのに。ない。やばいで。ないけど、向こうもそんだけフォロワーがおったら、うん、知ってる可能性もある。なるほど、なるほど、なるほどね。っていうので、つながりたい。っていう。気づかないですね。ちょっと、そういった思いを抱いてやってる人もいてると思う。なるほどな。そういった機微がありますか。はい、これ、一般の皆さんはどうなんでしょうか。やっぱ友達の投稿とか見て、うん、男の子がそういうなんか、ああ、もうこれどうせ女性と、言ったよねみたいな写真あげたら、はいはいはい、なんか思うんかな。うん、どうなんですかね。まあまあ思うのは思うと思うで。女性と鍋食べに行きましたみたいな方が気持ちいいよな。え、そうやね。やったーみたいな方が、うん、なんかなんか私その昔ね、あの劇場でめっちゃ前ですけど、うんうん、ポスター撮影するのにその家でそれぞれ写真撮ってきてくださって、うんうん、ありましたありました。まあ、彼女のいる先輩芸人さんやって、はあはあ、彼女の家やって。はいはいはい、撮ったっぽいの、うんうん、でもそれやらしいっていう感覚があるから、その人に見られた、はい、女女性っぽい部屋やから、なるほどなるほど、その部分切っといてって言わはった。はそれはプロですよね。そう、ここの部分ちょっとなんか女性っぽいから切っといてって、うん、そういうのは必要やね。うん、絶対必要。それでは皆さん、おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？